お尻を落とせば落とすほどいいではないの。いつでも立てる状態でしゃがむっていうのが条件になって、できるだけまっすぐのまま、内でもなく前でもなく外に開いて、開きながら落ちていくと体は勝手にまっすぐに。スポーツトレーナーの中野です。今回のテーマは股関節背骨をメインに使いながら、立ち姿勢が結果として良くなっていくためのトレーニングの方法になります。以前紹介したプランクシッティングの続編になります。前回はね、プランクシッティングができない、そもそもしゃがめない人向けのねトレーニングっていうのをねご紹介したんですけども、今回はもうプランクシッティングが十分にできますよっていう方がさらにね良くなっていくために、次の段階のためにやるトレーニングの方法になります。これをやることでプランクシッティングのねレベルが、質がどんどんさらに上がるっていうね、相互作用もあるものですので、プランクシッティングまだ全然不十分かもっていう方もね、ぜひ今回のやつはトレーニング取り入れていただけると、よりプランクシッティングにもいい影響が出てきますよっていう形になってます。そもそもね、一言で立ち姿勢って言っても、高重力ポジションって言って、こう立ってるだけでね、我々上から下に向かって結構強めの重力っていうのがかかります。なのでバランスなんですね。立ってる、じっとしてるって言ってもバランスです。なのでどういうふうに重力の中でバランスを取るかっていうのが立ち姿勢に影響を及ぼします。そういう意味では可動域、柔軟性だけではいけないんですね。どういうふうに立つか、どういうふうにバランスを取るかっていうね、バランス戦略って言ったりとかしますけれども、そういったものを身につけていくことが立ち姿勢が良くなっていく、より機能的になっていく、よりいい動きに反映されていくための条件になりますので、くれぐれも柔軟性が上がれば姿勢が良くなるとか、柔軟性が上がれば動きが良くなるとか、そういうことではないってことです。柔軟性はあくまでそういったものの下準備として重要ですけれども、それだけで何かが解決していくっていうのはあんまりないので、そこだけはねまずご理解の上トレーニングに進んでください。ではまずスタートポジションとゴールポジションを確認したいと思います。まずスタートポジションはプランクシッティング、立った状態からスタートしてもちろんいいですけれども、まずプランクシッティング、肩幅ぐらいでつま先外に45度、膝しっかり開いてます。頭前じゃなくて体まっすぐ、こんな状態で手は合掌、中心を作りましょう。でくるぶしラインに乗ります。こういうふうにね、つま先に乗ってはいけないです。くるぶしラインに乗ります。足はもちろん足幅は一緒です。立ちしゃがみしますので同じ位置、肩幅ぐらいでつま先45度、両手は真ん中です。胸のあたり、溝落ちあたり、このやりやすい位置でいいです。肘はねこうやってあーって肩が上がらないように肘は落としておいてください。こんな感じになります。しゃがんだ状態と立った状態の間の動きですね、ここのポイントをご紹介します。まず正面ですね、正面はこういうふうに立って、でこの状態から立っていきます。立っていくときに右に左にぶれないってことですね。ずっと左右均等、すなわち中心を保つってことですね。この状態のまま立つ、しゃがむです。立つ、しゃがむ、どっちかに寄らない、立つ、しゃがむ、逆ですね。立つ、しゃがむ、立つ、しゃがむ、はい、こんな感じ。横からの方が注意点が多いんですけれども、この状態から立つ時にですね、こうなることが多いですね。骨盤が反ってしまったり、頭がぐっと前に入ったりとかっていうのがまず一つ。それからこうやって背中がね、腰が丸くなって お尻を落とせば落とすほどいいではないので、こうやってね丸くしすぎて、こうやって落としすぎると今度は立つ時に立てないとか、過剰に力まないといけないっていう状態になりますので、いつでも立てる状態でしゃがむっていうのが条件になってきます。で立つ時にぐっとこうお尻が先に動いたりとかせずに、上にまっすぐの、できるだけまっすぐのまま立つってことです。ぐっとねお尻が動いたり頭が前に行ったりしないってことですね。でしゃがむ時も同じです。しゃがむ時もこんな感じでぐーっと行って、しゃがんでいく時にまずここですね、膝、しゃがむ時に膝が先に前に出てしってしまうと前ももに入っていってしまうので、そうじゃなくて膝は外に開いていきます。内でもなく前でもなく外に開いていく、外に開いていってください。こんな感じで、はい、できるだけ外を保ったまま外に開きながら落ちていくと、体は勝手にまっすぐに落ちていきますので、こんな感じでしゃがんでください。で立つ時にこういう感じで立っていきます。こう10回ぐらい連続でやっていただきたいんですけれども、疲れてきてほしい場所、まあ使ってほしい場所ですね、内側と裏側です。特にこの上の方、真ん中よりも上、この辺、この辺を使ってしゃがむし、この辺を使って立ってほしいんですね。なので立つときにですね、立つときに
上の方は意識すると思うんですけど、膝というかね、ここが内側に締まっていくような、そういうこういう大きさだとこういう絞りが必要です。そうするとこっちが働いてきますんでね。ここで足で踏ん張ってうんってやるとこっちに前ももに入ってきますので、前ももは入らない、裏とか内に入ってきてほしいです。こんな感じでね、下にこっち方向にこういう動きで閉じていく動きで立ってください。こうじゃないです。こういう動きですね。くるぶしラインに乗ったまま。はい。立つ。しゃがむ。逆ですね。しゃがむ、立つ。しゃがむ、立つ。はい、しゃがむときはあんまり速くならずに、ゆっくりゆっくり。で、足幅はね、自分で微調整してください。はい、で冒頭にこれをやっていくことでプランクシッティングの質も上がってきますよっていうのは、立つためにしゃがむ、立てる状態を保ってしゃがむっていうね、立つことを前提にしてしゃがみの姿勢を作るとよりいい状態を作るってことにつながりますので、単にしゃがんで可動域可動域柔軟性ではなくって、立てる状態かなっていうのを保ちながらやっていただくとより良くなるってことですね。単にプランクシッティングでまっすぐいい状態で股関節とか背骨をいい位置でしゃがめるっていうところから、次の段階、上下運動ですね。重力の中でバランスをとっていくためには上下運動というのは非常に重要なファクターになってきます。ランジとかスクワットではなくって、あれは結構前後運動が入りますので、できるだけ前後運動を少なくした上下運動っていう意味で、これインナースクワットって言いますけれども、インナースクワットっていうのをね、やっていく意義というか重要性っていうのはここにありますので、ぜひね、日々の運動に取り入れてみてください。では今回はこれで終わりたいと思います。最後まで見ていただいてありがとうございました。失礼します。Cause I'm a bad day. Cause I'm a bad day. Foolish, try to get them buns up, killing them mics just like I ran the jewels in. Y'all gonna get done up front, knowing that kid with an attitude, but you can't really blame this motherfucker, he's doing what he had to do. I'm about that cash flipping, I'm getting it on and off the market. Not about that VIP, not me, not never been a fan of carpets. All about that RIP for all of my Jesus.